皆さんこんにちは、あの次ギターアンサンブルの秋田です。今日のお話は、クラシック音楽って同じタイトルの曲ばっかりで分かりにくいよねってよく言われるので、そんなことについてどうしてなのかっていうお話を少ししたいなと思います。例えばね、こちらちょっと年季が入った本なんですけれども、ギター独奏50曲選という曲があって、これギターのね、あの独奏曲が50曲入ってるんですけれども、こちらにね、どんな曲が載ってるのかって書いてあります。読んでみるとね、もうワルツっていうのだけでもう5曲、6曲、7曲、8曲もうワルツいっぱいありますね。それから、エチュード、エチュードも1、2、3、4、5、6もいっぱいあります。ポコ・アレグレットもね、いっぱいあります。で、同じ曲のタイトルがね、同じ曲ばっかり、どうしてもっとこう夢のある曲とか、こう、ね、こう愛の夢みたいな分かりやすいタイトルがついてないのかっていうことがあって、それはそれで理由があるんですね。この今のこちらの曲集と、こちらなんかメヌエット名曲集って書いてあるんですけれども、これも全部メヌエットですね。入ってる曲メヌエットしか入ってないんです。このでどうしてそんなメヌエットがいっぱいあるのか、エチュードがいっぱいあるのか、ポコアレグレットがいっぱいあるのか、これそれなりに理由がありまして、音楽以外にも私たち、あの絵画とかあんなもの、今アートって言って、現代ではね、アートっていうと芸術、この人の心の中の、感情を表現するとか、これアートっていうのは感情を表現する、人間の中身を表現するっていうことで使ってるんですけれども、もともとアートっていうのは芸術よりも技術みたいな意味合いの方が強かったんです。人の気持ちを表すっていうよりは、正確に作るとか、優れた技術みたいなニュアンスが強かったので、表現作品としてタイトルをつけるっていうよりは、そのままの中身、ワルツっていうのはその三拍子の踊りなんかのことなんですけれども、踊りは踊りのタイトルをそのままつけてあげる。それから、エチュードっていうのは一般に日本語では練習曲という訳し方をするんですけれども、練習曲は練習曲としてのタイトルをそのままつけてあげる。その機能とか、形式をそのままタイトルにつけてあげるっていうのが一般的だったんですね。それは、時代が過ぎてくると、芸術の概念が技術から芸術の方へ、アートが技術から芸術の方へ移っていくので、タイトルは、まさにその、さっきも言った愛の夢みたいなね、愛の喜びとかね、そういうタイトルを、ロマン俳句にはつけるような形になってくるんですけれども、それよりも古い作品の場合は形式をそのままつける、速さとか舞曲の名前、踊りの名前とかをそのままつけるっていうのが一般的だったので、そのままつけると、現代の私たちが見るとなんだか同じ曲ばっかりだな、三拍子の踊りはみんなメヌエットばっかりだなっていうふうに感じてしまうっていうのが、分かりにくい理由なんです。ただ後の人が、分かりにくいままだと困るので、作曲家じゃなくて、もう作曲家が亡くなった後、後々の人が分かりやすいようにタイトルをつけて読んでるっていうことはよくあることで、ベートーベンのピアノ曲の月光とか、オーケストラのあの有名な運命なんかは本人がつけたわけじゃなくて、後の人が区別しやすいようにつけたものになっています。今日のお話は以上です。